奥尻島の空中写真。2017年7月5日撮影の53枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。奥尻島は北海道南西部の日本海上に浮かぶ島。 面積は142.97平方キロメートルであり、北海道では5番目に面積の広い島である。島全体で北海道奥尻郡奥尻町をなす。人口2578人2月末現在。町の調整志向は1966年1月1日。主な産業は漁業及び観光業。特に夏は、 ウニやイカが取れる。また西部には、市にき温泉が流出する。山には、航空自衛隊北部航空方面隊北部、航空警戒管制団、第29警戒隊奥尻島分屯基地があり、レーダーサイトで日本の防空識別圏を24時間365日、領空侵犯監視を実施している。島内には、奥尻空港があり、現在、日本航空が、 函館空港から1日1往復運航しているほか、夏季期,期間は岡玉空港から土日祝日に1往復運航する。島内の定期船は、奥尻港と江差市町の間に夏季1日往復2便、冬季1日往復1便が運航する。1993年7月12日に起こった北海道南西沖地震では、 島の南西部の青苗地区を中心に津波の被害を受け200人余りの死者を出した。当時約4700人ほどあった人口は被害による転出などがあり減少傾向にある。北海道南西沖地震の後、防波堤などの大規模な津波対策がなされた。スマトラ沖地震の後、 島における津波対策の先進地ということで各国の防災担当者から注目を浴びることとなった。2014年からは毎年6月にオクシリムーンライトマラソンが道三39号線が封鎖され行われる。満月の月明かりのもと走るマラソン大会でフルマラソン、ハーフマラソンがある。また、大会前日は前夜祭り、大会終了後は五夜祭があり。 大会参加者に島の海産物など食事が振る舞われる。奥尻島の周辺には岩礁が多数存在し、奇岩も見られる。ありがとうございます。